4番山下拓海君。おはようございます。活性化対策とあと、海産物について2つ質問します。都立八条高校の、当該生徒受け入れについて、なんですが、当該学生の受け入れについては前議会でも質問があり、数年前から懸案でありましたが、その後検討はされているのでしょうか。八条高校は、ご承知のとおり1948年都立園芸高校八条分校として開校、1950年八条高校、1951年には明治大学附属高校を吸収し、普通科と定時制、併合科の園芸家庭科で8221名の卒業生を輩出してきました。昭和45年の卒業生175名をピークに減少し、今年の卒業生は53名、特に併合科においては学年ゼロもあり、充実した教育施設、環境にありながら、学部とありますが、学科ですね、学科の存続が懸念されております。また、定員360名に対し、149名と大幅に下回っているものの、大学への進学枠の拡大や就職にも恵まれ、魅力的な高校となっております。当該生徒の受け入れは久米島や壱岐などですでに成果を上げていると聞きます。留学生による刺激や学力アップの教育的強化、教育的効果ですね、島の将来における活性化、人口、交流人口の増加、跡継ぎ定住、強いては空き家対策にもつながると期待されます。高校生の存在は島の将来に特に重要で、母校は人生の拠り所にもなり、郷土愛を育み、若者視点で島の将来を考える、まさに人材育成の基本を育てる学び屋と位置づけられます。東京当初の都立高校では神津島高校がいち早く準備を進め、28年度から当該留学生の受け入れがスタートします。八丈町の計画と進捗状況をお尋ねします。もう一つ海産物について、八丈島は豊富な海産物によって活気のある豊かな島を築き上げてきました。大きな魅力だった天草、トコブシ、メット、伊勢エビはほとんど見られなくなり、漁業従事者は激減してしまいました。八丈島水産試験場ではトコブシの陸上養殖、陸上水槽培養技術を確立し、養殖アオリを飼料とした陸上養殖に成功しております。漁業観光産業の振興のために、事業化の推進と急激に、海藻が枯渇してしまった原因について徹底した調査をし、復活を期待したいが、今の今後の取り組みについて、質問いたします。教育課長。はい、課長。4番、山下拓海議員の、都立八条高校の当該生徒の受け入れについて、お答えします。八条町では平成28年度に夏休みを利用した、2泊3日ほどの、ショートステイを募集したいと考えて、ございます。八高への体験入学や八丈島の自然や文化などに親しんでいただき、八丈島の魅力を伝えたいと考えてございます。平成28年度中にホームステイ先を確保をした上で、実際の八丈高校への当該生徒の募集を行い、申し込みの状況や受験の結果を受け、平成29年4月の受け入れ開始をできるようにですね、計画してございます。以上で回答とさせていただきます。産業観光課長。はい、課長。それでは4番山下拓海議員の2の海産物についてお答えいたします。
ご質問の事業化の推進と開業の調査につきましては、平成23年度より3カ年、生息環境改善事業ということで、八丈島近海の5カ所にブロック分けをして調査を実施した経過がございます。その報告書によりますと、あくまでも、考察ということで申し上げますが、黒潮の変動に伴う変化の影響による天草類の減少が、トコブシの資源の衰退に大きく関係しているということで報告されてございます。また、本事業の完了後も、モニタリング調査を継続実施している状況でございます。このような状況の中なんですけれども、トコブシの種苗も、平成22年度までは、東京都栽培漁業センター、これ大島にございますが、そこより購入し放流もしてございましたが、平成23年度その種苗の方にキセノハリオチス菌という菌が発生しまして、現在生産種苗が停止されている状況でございます。そこで町といたしましては、今後の取り組みということですが、本年度を策定いたしまして、本日お手元にお配らされていると思いますが、地域総合戦略の中に水産関係の施策といたしまして、漁業担い手確保雇用促進事業ということで、漁業者はもとより関係機関により組織されてます担い手確保協議会を中心に、漁業就業者の確保と今後の資源減少のための養殖事業も、生存率の高い魚種、貝類を視野に入れました漁業振興対策をお示ししているところでございますので、ご理解願いたいと思います。以上で回答とさせていただきます。4番。はい、回答ありがとうございます。高校についてですが、ホームステイはなかなかハードルが高くてですね、うまく進まなかったと聞いております。そこで空き民宿の利用した寮とかですね、下宿、そういったもので、なんとかなるんではないかなと思います。あとターゲットなんですけども、八丈島出身の孫ですね、孫の世代ですと、八丈に親戚もいますしですね、まるっきり新しいところでもないので、比較的馴染みやすいかなというふうに思います。それとじいちゃんばあちゃんが島にいればですね、ちょっと孫が来るというと家でもちょっと直そうかとか、あと、いろいろ後継ぎの、期待もできるんではないかなというふうに思います。それとですね、栽培漁業ですけれども、基本構想の中にもね、魚介類の栽培漁業の促進とかずっとありますけれども、だんだんトークダウンしてきましてですね、27年には事業化につなげますと、町長も言ってましたけど、28年には仕組み作りだというふうにちょっとトークダウンしております。それで八丈島の近海だけじゃなくてですね、やっぱり青ヶ島やそれから小島、三宅、その辺周辺までを含めてですね、いろいろやっていけませんと、今後、温暖化が北上するとすればですね、これが三宅、大島にも影響していると思いますので、やはり八丈島当初のリーダーシップ的な立場でですね、海についてはしっかりと研究していただきたいなというふうに思います。教育課長。4番、山下匠議員の再質問についてお答えします。空き民宿を利用したそういうホームステイ先の確保ということですが、ご意見を参考に今後お取り組んでまいりたいと考えています。また、孫、島外にいるその八丈島出身の孫をターゲットということですが、それについても、ちょっと一般島内の子ども全般に募集をかけることにおそらくなると思いますので、これについても参考にさせていただきたいと思います。以上です。
産業観光課長。それでは4番議員の再質問にお答えいたします。先ほども申し上げましたが、漁業者関係、漁業者の関係者、またこの漁業に携わる関係機関により組織されていますこの担い手確保協議会、これは本年度平成27年度に組織されています。そこの中でいろいろなことを検討していこうということですので、これは28年度も開催する計画がございますので、そこのところで議題として取り上げさせていただきたいと思います。